はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート44やっていきたいと思います。まだパート1からパート43見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずね、今僕がねどこにいるんだってね思う方もいらっしゃるかもしれませんが、海底神殿に来ましたね。結構前にね攻略したこちらの海底神殿なんですけど、今回はこの海底神殿でガーディアントラップっていうのを作っていきたいと思います。まあガーディアンって言ったらこいつですね。まあこいつを倒すことによって、まあいいアイテムがもらえて、でそれでブロックを作ることができるんですね。そういうやつです。そういう敵です。はい、でねこのガーディアントラップね、今回これを作成していくんですけど、うまくいくかどうかちょっとわからないし、まあ試行錯誤しながらやっていきたいと思います。でそのガーディアントラップの作り方なんですけど、ちょっとね口で説明するの結構難しいんで、もし気になる詳しく気になるっていう方はですね、ぜひガーディアントラップと検索して自分でね記事ねチェックしてみてください。僕もねその記事を参考に、今回記事と動画を参考にね作らせてもらいます。でまあね、どういう仕組みのものかと言いますと、なんか今のガーディアンいるじゃないですか。そのガーディアンがスポーンするというところが決まっててですね、もうあらかじめ数を数えて印をつけておきました。この土ブロックがあるところがガーディアンがスポーンする場所になります。でまあここでスポーンするんですけど、さらに詳しく言うと、この立った時に60の高さですね、Y 座標が60の位置に湧くらしくてですね、まあここに湧いてこう流れて、まあネザーゲートを通じてまあネザーに流れていくっていうね、そういうシステムらしくてですね、はい、これをね作っていきたいと思います。で作り方は本当に結構シンプルでですね、今からじゃあ作っていきますね。でここにスポーンします。でこっから2つ流れるんで、まあ、ここにゲートを、まあ、作りましょうということですね。まあ、こんな風にやりますと。で、何のブロックでもいいんですけど、こうやって、ポン、ポン、ポン。まあ、普通にゲートをね、まあ、作っていきますと。で、ここは壊しますと。で、今使わないんで、ここも、ああ、今の壊さなくてもよかったんですけど、まあ、こういう風に、まあ、しますと。で、これも一旦壊しちゃって、で、次。まあ、ガラスの方が見栄えがいいからガラスでやってるんですけど、ガラスで、例えば、ここにポンと置いて、で、ここにポン、ポン、ポン、ポン。そして、ここにも、ポン、ポン。さらに、ポン、ポンと。まあ、さっきと同じように、そのガーディアンが出現して、流れる道を作ります。で、ここで、この水のところは、スポンジで、スポット取りまして、ここに火をつけます。火打ち石で。で、まあ、ゲートを作りまして、バケツで水を汲んで、まあ、こんな風に、まあ、同じものを作っていきます。で、これが、今ね、こう見渡すと、その土のところ、いっぱいあるじゃないですか。で、同じように全てのポイントでこれを作り上げていきたいと思います。で、同じ作業なんで、もう、早送りか、もしくはカットでね、まあ、全部飛ばしちゃいたいと思います。ということで、こんな感じ。はい、ということで皆さん、今ねガーディアントラップを半分ぐらいまで作り終えました。でここでですね、大事件が発生してしまいました。なぜ俺はビデオを止めてしまったんだと、 YouTuber として一番美味しいところをなぜ止めてしまったんだという感じなんですけど、
いや、ちょっとね、このガーディアントラップがちゃんと作動してんのかなと僕思ったわけですよ。これやば、なんか失敗してんじゃないかなと思って、なぜか僕はネザーに入ったんですね。そしたらですね、やばい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 、よし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 、一回耐えた一回耐えた一回耐えた。ですね、やばい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 、ガーディアンがやばいんですよ。ガーディアンが、あーやばい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 、ガーディアンにね、やられてしまうという大事件が発生してしまって、やばい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 、ガーディアンがめっちゃわあ、やばい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 、危ない危ない危ない、死ぬ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 、マジで死んじゃうから、もう何回も死んでるから俺っていうね。ちゃんとガーディアンが湧いてこのネザーにしっかり送られているようなんですよ。で、ガーディアンが、でもまあガーディアントラップ自体はちゃんと一応作動するってことが確認できましたので、はい、まあまあまあ、こういう、お前もどっか行け、まあこういう感じでね、作っていけばいいんだなっていうのが分かって、すごく安心しております。ちゃんと作動してるんですね、そのガーディアントラップっていうか、このさ、ゲートを過ぎた時、俺マジでびっくりしましたからね。何みたいなね、はい、一番美味しいところを取り忘れるというね、まあ YouTuber としての一番の失敗をね、迎えてしまったマスオでございます。いや、でもよかった、ちゃんっていうか、やばいっていうか、ガーディアンってマジで強いね。あ、いやいやいや、ガラスがなくなってしまったので、ガラス以外でも結構作ってるんですけど、もう普通のブロック使ってね、はい、いや、ちゃんとできてるよ、よかった、マジで嬉しい。でも多分僕がこうしてる間にも、おそらくこっちにはまたガーディアンが送られるはずなんですけどね。これどうしようか、ゲートを8マス移動してもう一回作ればいいんだったっけ。だからゲートをまた作ればいいんですけど、これ大問題ですね。こっちのことも作んなきゃいけないから、ネザーの方でも一応そのトラップ的なものは作らないといけないんで、はい、それはね、まあ今後とりあえずこっちのね、ゲートを作ってから作りたいと思うんですけど、いや、すごいな、大成功だな、嬉しすぎる。1、2で、ここにまたこういう風にね、同じく作っていきましょう。ただね、だんだん慣れてきた作り方、なんか手際が良くなってきましたよ。どんどん今この作業中にもまた送られてると思うと怖いですね。よっしゃー、ということでですね、作り始めてから1時間から2時間ずーっとやり続けて、ようやくこのようにゲートを作り終えました。で、これでここでね、スポーンするガーディアンは基本的に全てネザーに送られる、そういう仕組みが出来上がりました。で、今ね、多分ね、そんなにもう今スポーンしてないと思うんで、多分ほとんどね、ガーディアンはね、いないはずなんて。いるー、めっちゃいるんだけど、すごいいるけど、すごいいる、すごいいるけど、本当に送られてんのかな、あっちにっていう感じですけど、はい、果たしてね、皆さんね、ちゃんとこれがね、活用っていうか働くのかっていうのがやっぱ気になるところじゃないですか。ですんで、ちょっとね、ここで1、2、3、4、18、19、20、まあこんぐらいかな、とりあえずこんぐらい、20ぐらい上に上がりまして、23かな ?1、2、3。まあ、こんぐらいだと確実にスポーンして、で、送られるはずなんですよ、ネザーに。ただ、ここだとスポーンしている様子が見えないんですけど、確実に一応送られているはずなんで、少しこれで放置して、で、ネザーゲートを経由して、実際にネザーに行ってみたいと思います。はい、果たしてね、ガーディアンがどれぐらい増えているかっていうのもね、少し楽しみですね。
はい、では少し放置しましょう。はい、ということで十数分置いてみました。これでネザーに行ったらもしかしたら結構湧いてるかもしれないので、ちょっと行ってみたいと思います。で、動画外で起こったやつですけど、ちょっと怖いんで、非常に重要なアイテムかもしれないものは預けていきましょう。完全にマスをビビってます。てか、そんぐらいにね、結構ね、すごかった、いきなり。じゃあちょっと行ってみましょう。レッツゴー。どうだろう、果たして。あれ、全然いねえや。全然いねえ。全然いない。あれ、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 あれ。全然湧いてない。全然湧いてなくてびっくりした。なんで？あれれれれ。ここに湧いちゃうようになっちゃいましたね。あれ、なんでだろう。さっきは湧いてたんだけどな。難しいですね。さっきは湧いてたけど、ちょっと上すぎたのかな、いる場所が。あれ、なんで？あ、わかった。わかりましたぞ。なんで湧いてないのか。普通に、今、この、水中にいるやつが多すぎるんだ。じゃあ、水中にいるやつを狩れば、多分、いっぱいネザーに行くんじゃない？多すぎるんだよ、多分。よし。オッケー。狩るぞー。ほらほら、いたいたいた。こっちいっぱいいますからね。あ、めっちゃいる。めっちゃいる。よし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 、倒せ倒せ。でもこれで湧くんじゃないかな。どうだろう。湧き条件がいまいち分かってないですけど。いすぎー、いすぎー。お、あー、湧いてる湧いてる、ちゃんと湧いてる。ほらほら。あ、いってるいってる、めっちゃいってるわ。あ、すごいすごい、ちゃんとやっぱ動き出した。ちょ、上に行ってみよう。なんか湧かないね、上にいると。下にいた方がいいかな、こうやって。ということで、また時間を潰してみました。どうなんだろう。なんかどこら辺にいたら一番湧くのかなっていうのがまだいまいち分かってないんですけど、おそらく湧いてるんじゃないかな。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。うわー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 、なんやこれ。うわー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 、やば、すげえ、やっぱりやば。おい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 、すげえ、この短時間で気持ち悪い。ほら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 、すごいすごいすごい、ああああああ、やめろ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 、ああああああ、すごいよ。あ、やべえ、こっちまで戻ってきてしまった。そっか、ベッド壊しちゃったのかな俺。いや、すごいっすね、めっちゃ湧くわ。はい、ということで、海底神殿のところまで、まあ、戻っていくんですけど、まあ、今回ね、とりあえずゲートを作ることに成功しました。で、かつ、敵がちゃんと湧いて、で、ゲートを通じて、一箇所に、おそらく集めることは、まあ、できるだろう、というところまでは来たんですけど、こっからですね、まあ、そのゲートの別の入り口をね、作んないと、こういう風に、移動するためにやられちゃいますし、で、さらには、まあ、この、ガーディアンの HP をなるべく削ってね、倒しやすくするような装置もね、今後作らないといけないと思いますんで、まあ、ちょこちょこね、このネザーのガーディアントラップを、まあ、完成させるようにね、頑張っていきたいと思うんですが、どうしよう。いけないよ、あそこまで。お、ちょっと。なんでや。やめろ。うわ、めっちゃ強いやん、ガーディアンって。一気に行けば、一気に行けば大丈夫じゃない？一気に行こう。よし。
無理だっていうか、これどうしたらいいんだということで、皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。マジで装備預けといてよかったね。っていうか、あいつらマジで倒せないっすけど、弓矢で行けばいいか。そうしようかな。ね、普通にどうしようということで、今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひまた次回もご視聴いただけたらなと思います。以上、マスオゲームズでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。